どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。昨年の中頃からですね、タマホームで住宅展示場ハウスメーカーさんの、モデルルームモデルハウスにお邪魔するとね、2万円分のクオカードがもらえるんだっていうね、そんなキャッチコピーが踊っていたわけなんですよ。当然私もちょっと家を考える年齢なんでね、お邪魔していくと、確かにねクオカードをいただけたんですよ。でそっからですね、私もね住宅メーカーハウスメーカーさんにものすごく興味が出てきて、で私も家のローンがありませんのでね、でも中古住宅でちょっと古いんですよ。ですんでこれを機会に先のことを考えようかなと思って、今10社ぐらいねハウスメーカーさんお邪魔したんですけども、各社でいろんなね取り組みがあって、今日行ったところはなんとですね、このお弁当をね用意してくれるっていうんですよ。でお弁当をねいただいてきました。結構広島ではな有名なね結びの武蔵っていうところのお弁当なんですよ。これずっしりとねものすごく食べ応えがあって美味しいんですよね。もう老舗中の老舗です。でさらにこうウェブで申し込んだ方には4000分のギフトカードをもらえるということでね。でやっぱり派手、モデルルームねすごく良かったですね、でさらにこういうふうにね次回のイベントにも招待されてるんですよ。今度はね牡蠣祭りだそうで、牡蠣をねちょっとプレゼントしていただけると、そんな2日間、さらにアンパンマンショーもあるみたいなね。でくじ引き大会もあったりとかね、もう盛りだくさんですよ。だからね、今までずっと気がつかなかったっていうかね、気がついていたんですけども、あんまり気に留めなかった、足を向けることはなかったんですが、この住宅メーカーさんハウスメーカーさんね、実はこれからねものすごい厳しい時代に入るんですよね。というのが家を建てるコストってむちゃくちゃ上がってるんですよ。だからなんとかコストを下げるために工期を短縮したりとかね、それからこう原材料を調達ルートを変えたりとかで、クオリティの高い家にしなくちゃいけないっていうことでね、耐震、設備も整えたりとか、耐火設備もね整えたりとかしなくちゃいけない時にコストは上がる。でも家ってのこれから売れるんですかって言ったら、売れる時代に当然ならないですよね。少子高齢化でぐっと一気にこれから20代の方っていうのが減るわけですよ。そうすると20代30代の方でね、家を建てるなんてもうほとんど特権階級の方だけになるし、一部の家を建てようかどうしようかって方に各ハウスメーカーさんが集中して、やっぱりその競争に漏れるところが大多数なわけですよね。もしかしたら A 社 B 社っていう会社が合体して新たなる C 社みたいなね、合弁会社を作るっていう風な形で生き延びていくのかもしれませんけども、どちらにしてもね、この少子高齢化ってのは家が売れにくくなる、仕事が少なくなる、で労働者足りなくなる、消費者足りなくなるって、本当にねやばい時代がガツンガツン来るわけですよね。その中でこの少子高齢化の波ってのは、私たち個人にはねもうどうしようもすることができないわけですよ。まさに国策で大きなナタを切っていかないとね、最近は異次元の少子化対策とか言ってますけども、とてもではないけども低次元でますます悪くなることばっかりやってるんですよね。どうなってるんですかね。ここまで頭が悪い人がリーダーやると本当困っちゃうなと思うわけですけども、でも現実この日本ってのはどんどん暗い方向に行ってますんで、もう個人的に生き延びるしかないかなっていう風になってくるわけですよ。そういう風に言ってみれば、みんなのためにっていうことがねもうねできなくなってきて、とりあえず自分のためになってくるわけですよ。で自分のためになって、余力があったら周りの人のためにって思いたいんだけども、余力そのものが生まれないから、そのまんま自分のための人生で終わっていく。で自分の家族だけを見て終わっていく、もしくは自分の家族ですらねもう手を切るみたいな選択もあるわけで、なんともね本当に私たちが幼い頃に想像もしなかったような時代が来たなと思うことを考えながらハウスメーカーさん回らせてもらいました。やっぱりどこのハウスメーカーさんもやっぱきついらしいです。今後少子高齢化が来てね、家が売れないよと、家の販売単価は高くなる一方だと、これじゃあねローンを組んでも75歳とかまでもう払ってもらわないとダメだとかね、いやーなかなかね本当に現実を目の当たりにしましたね。だからといって賃貸がいいかっていうと、賃貸だって入る人は減るわけですから、中古住宅いいかっていうと、中古住宅だってそもそも買い手がいないわけですからね。家が売れないと家の中の家具とか装備品も売れないですもんね。どうなっちゃうんでしょうか本当に。やばいっすね。は
はい、そんな感想を持った一日でした。じゃあ。